恐竜ルネッサンスのきっかけとなったデイノニクスの全身骨格。恐竜ルネッサンスの名付け親であるロバート・バッカー。オストラムが示したデイノニクスの前足と始祖長の前足の類似。恐竜ルネッサンスとは、1960年代以降に恐竜研究の世界に生じた一連のパラガイムシフトを指す言葉である。 1964年のジョン・オストロムによる小型肉食恐竜デーノニクスの研究をきっかけに恐竜は原生の温血動物と同様に活動的な生活を営み高度な社会性を持っていたという考えが広まった。これによって20世紀前半まで一般的であった恐竜は冷血動物でノロマな動物であるというイメージは覆された。オストロムの弟子であり 賛同者でもあったロバート・バッカーは停滞していた恐竜研究を改革していくと明言し、このパラダイムシフトのことを美術史におけるルネッサンスになぞらえ、恐竜ルネッサンスと表現した。恐竜ルネッサンスは恐竜に関する生物学的な知見、生理学、進化、行動、生態、絶滅などに大きな影響を与え、 一般の恐竜に対する多様なイメージを培うことになった。19世紀中盤以降、進化論についての議論の発展とともに、多くの科学者が鳥類と恐竜の系統的な関係について注目した。1859年に種の起源が発刊されて、すぐにトーマス・ハックスリーは鳥類が恐竜の子孫であるとの考えを示した。 彼は一部の恐竜と始祖鳥と現在の鳥類との間に認められる骨格の類似点を詳細に示した。しかし1926年になって、ゲラルド・ハイルマンは、鳥類の起源の中で恐竜には、また骨が全く見られないことに言及し、恐竜と鳥類の直接の系統関係を否定した。その後、鳥類は恐竜よりむしろ、ワニガタ類やソーバ類から進化したものだとする説が、 広く受け入れられ、鳥類の起源に関して恐竜は議論の対象から外れてしまった。その結果、一般の学術的な興味は恐竜の系統関係や進化から大きく遠ざかってしまった。この状況は1960年代まで続くことになる。1964年にジョン・オストロムはモンタナ州から発見されたデイノニクス・アンティルホップスを報告した。 デーノニクスは鳥類にとてもよく似た骨格を持っていた。オストロムは鳥類の骨格とデーノニクスの骨格との間には偶然では済まされない多くの共通点があることに気がついた。このことは彼が鳥類の恐竜起源説に賛同するきっかけとなった。彼は小型肉食恐竜から鳥類が進化したとする説を論じた。デノニクスに近縁なベロキラプトルの全身骨格は その40年前に発見されていたが、当時は蝶類と恐竜の系統関係について何の議論も呼び起こさなかった。オストロムの発見以降、蝶類の恐竜起源説は多くの古生物学者の賛同を得ることになった。今日では蝶類が恐竜に起源を持つという学説は学会で広く受け入れられている。さらに近年の分岐系統学の発展や相次ぐ 羽毛恐竜の発見はこの説をさらに強固なものとしている。恐竜と鳥類の系統関係がクローズアップされたことは恐竜の進化に関する学術的な興味を呼び起こした。現在、恐竜から鳥類への系統発生は詳細に解明されている。恐竜研究の例明期において恐竜は共通の祖先を持つ単系統のグループであると考えられていた。しかしながら、 ハリー・シーリーはこの考えに反対し、恐竜は二つの目に分けられるとの見解を示した。すなわち流番目と長番目である。彼は両者が共に主流類に含められるものの、特に密接な関係にあるわけではないとの説を示した。その後、この説は広く受け入れられたがために、恐竜とはもはや科学的な分類名ではなく、非科学的な俗語とみなされるようになった。 この考え方は20世紀中盤まで研究者たちの間ではごく標準的なものであった。この状況は1974年に一変する。バッカーとピーター・ガルトンはネイチャー誌において、恐竜とは綱レベルでの劣気とした単系統の分類群であり、それどころか鳥類までもがこれに含まれるという説を発表した。この復活した恐竜単系統説は当初は、 異論が多かったものの、恐竜の研究に分岐学の手法が、盛んに導入されるようになってから指示を集めるようになり、やがて広く支持されるようになった。しかし一方では、恐竜を綱レベルまで引き上げることに対しては、哺乳孔にも匹敵するような巨大な分類群を作ってしまうことへの反感からか、古生物学者たちの間では反論も多い。 1897年にチャールズ・ナイトによって描かれたライラプスの生態復元が、バッカーは19世紀には活発な恐竜のイメージが広く認められたことを指摘し、このような恐竜のイメージの復元を目指した。1968年の恐竜遺設に始まる60年代から80年代にかけての一連の著作において、 バッカーは、恐竜と原生の哺乳類や鳥類との類似点に注目し、恐竜はすべて温血動物であり、活動的であったという恐竜高温説を熱烈に主張した。彼は、著作において現在進行しつつある恐竜ルネッサンスを盛んに紹介しつつも、自らは19世紀後半に一般的であった恐竜のイメージを新たな証拠に基づいて復権させようとしているのだと強調した。 バッカーは自らの学説を擁護するために解剖学的、統計学的な議論を行ったが、その手法は科学者の間に激しい議論を呼び起こした。この議論は古生物学の新しい手法として関心が寄せられた。後に、この手法は恐竜の成長率を測定する方法として応用されることになる。現在では、ほとんどの恐竜は原生の爬虫類よりも高い代謝率を持ったと。 思われている。しかし、バッカーらが初めて恐竜高温説を提案した時よりも、その議論を取り巻く状況はより複雑になっている。例えば、小型恐竜は高温動物であったかもしれないが大型種は完性高温動物であったとか、多くの恐竜は高温動物と完性高温動物との中間の代謝率を持つことができたなど、恐竜高温説の議論に寄せられる意見は、 多様化している。60年代後半には、恐竜の生態に関するいくつもの新しい学説が出現した。例えば、バッカーは、足跡化石の研究に基づいて、竜脚類の群れでは大人たちが妖体たちの周りを囲って守りながら移動していたのだと主張した。この学説は、竜脚類が高度な社会性を持っていたことを示した。間もなく、この偏った解釈にはオストロムによって疑問が、 示された。しかし、恐竜はシアト化石の重鎮であるローランド・ティーバードは、バッカーに賛同した。70年代後半には、映像する恐竜について正確な研究がなされた。その研究の中で、ジャック・ホーナーは毎朝裏が巣で容体を世話していた、ことを示した。この研究によって、恐竜が、原生の鳥類や哺乳類のように育児を行っていた、ことが初めて示された。 恐竜ルネッサンスは科学的な概念だけでなくアーティストによる恐竜の復元像をも変革させた。バッカーは盛んに恐竜の復元図を描いて自らの考えを示した。1969年にバッカーがオストロムの著作のために描いたデーノニクスの復元図は恐竜ルネッサンスにおける象徴の一つになった。九百七十年代恐竜の復元像は 従来のトカゲのような姿から、より哺乳類や鳥類に似た姿で描かれるようになった。アーティストたちは、恐竜の運動と生態についてより新しい学説を取り入れながら、より活発な姿をした恐竜復元像を描き始めた。この時代を代表するアーティストとしては、バッカーの他にエリー・キッシュ、マーク・ハレット、グレゴリー・ポール、ダグ・ヘンダーソン、ジョン・ガーシなどが挙げられる。特にポールは、 恐竜の解剖学の知見に基づき、バッカーの学説を擁護し、さらに先鋭化させた。彼は正確で詳細な恐竜復元像を示した。その中で、彼は伝統的な復元方法の誤りを指摘した。彼は羽毛を生やした恐竜復元像を数多く発表し、いくつもの著作と、プレデトリダイナソーズ・オブ・ザ・ワールドにおいて、自らの考えを示した。彼の学説は、 1990年代に相次いだ羽毛恐竜の発見によって証明された。ポールの学説とスタイルは恐竜の復元スタイルへの大きな影響を持ちつつ今後もしばらく続くと思われる。人々の恐竜への関心をかき立てている原因の一つはなぜ恐竜は絶滅したかという謎である。1980年にルイス・アルバレスらによって、K T 協会の大量絶滅は白亜紀末の隕石衝突によって引き起こされたという新たな学説が発表された。1990年代初頭にはメキシコのユカタン半島から隕石衝突の痕跡が発見され、この学説は一層強固なものになった。これら KT 協会での研究は後に大量絶滅に関する研究の先駆けとなった。恐竜ルネッサンスは 恐竜に対する人々の興味をさらにかき立てた。バッカーの一般向けの著作と本はかなり恐竜研究の大衆化に貢献した。1993年の映画ジュラシック・パークの公開は恐竜ルネッサンスの学説を広く一般に知らしめた出来事だった。著名な映画においては初めて恐竜が知的で機敏な温血動物のように描写された。この映画のコンサルタントを ジャック・ホーナーが務め、グレゴリー・ポール、マーク・ハレット、ダグ・ヘンダーソン、ジョン・ガーシラの作品が映画制作の過程で使われた。結局、この映画の中には学術的な間違いが多かった一方で、これらのアーティスト4人は恐竜の専門家としてエンディングクレジットに名前が登場する。バッカー自身の意見はこの映画の内容に全く反映されなかった。しかし、バッカーに、 そっくりな人物が自作のロストワールドに登場している。ありがとうございます。